こ見て歩いてんだよ。ごめんなさい。お前な、ごめんなさいで許すとでも思ってんのか。いらっしゃい。いらっしゃい。あの、何？
いえ。いらっしゃいませ。おう、ちょうどいい時に来たな。どうかしたのか。いや、さっきここにおめえを訪ねてきた女がいたんだが。誰だ。死んだ堂島宗平の女、堂島弥生だ。なんだと。おめえが殺した組長の妻だ。これは何かあるなと突っぱね返したんだがな、おめえが来たらこれを渡せって頼まれてよ。背景、桐生一馬様、10年前のあの場所でお待ちしております。お話がございます。お一人でいらっしゃってください。警務堂島弥生。
そこは今じゃ堂島組の残党どもの巣窟だ。どう考えてもおめえの弾取ろうとした罠よ。キリュウ、行くんじゃねえぞ。あの人が死んでもう10年になるね。弥生姉さん、ご無沙汰しています。私はね、あんたがいずれは堂島組を背負ってくれるもんだと信じてたんだよ。この落とし前つけさせてもらうよ。キル、ぶち殺したるわ。しばき倒したれや。弾取ったるわ。Ah!
堂島をやったのはお前なのかい。あんた誰かをかばってるね。誰なんだい、一体誰がやったんだい。その答え俺に少しの間預からせてもらえないでしょうか。俺が必ずけじめをつけてお答えに上がります。